こんにちは、上原彩子です。まもなく震災から1年になろうとしていますが、まだ土木の方の方たちは本当に大変な毎日を過ごされていると思います。今回のコンサートでそういう方たちに少しでも何か勇気とか、あと、助けになることができればすごく嬉しいなと思います。また今回は、河村久子ちゃんと2人で初めて共演できるので、本当に私も個人的にもすごく楽しみにしています。